ね。今回も有害駆除です。本当は釣りに行きたいのですが、こんなご時世近くでも移動しづらい現実です。電動リールも、発売と同時に買ってまだ使ってないものね。そうなんですよね。買ってからもう半年経ちます。使いたいと思っていたのに、タイのシーズンも終わり、夏ももう終わろうとしています。なんとかうまいこと時間を作っていけたらと思っていますので、期待していた皆様もう少しお待ちください。それにしても今年は雨が多い。確かに雨が結構降っているよね。雨が降るときはあまり取れないんですよ。どうしてと言われてもわからないんですが、濡れて体温低下が嫌なのかなとも思います。小雨程度だとあまり変わらないのですが、おまけに雨が降ると、獣道の足跡が消えてしまうんですよね。そうしたらまた通るまで待ちになるんですが、雨の次の日は動きが大胆になるように思います。雨が多く降ると前まで通っていた道でも、急に一つとか通らなくなったりする時があります。そんな時は何か大切な匂いが消えてしまって、通らなくなっているのかな、と思います。道を決めるリーダー的な鹿が、群れで動いていなくても、存在しているのかもしれません。生える倒木を見つけました。野生のキクラゲだね。少しだけ生えていますね。おお、ここにもあるよ。こっちのタチキにはもう少し生えています。ラーメンとかちゃんぽんに入れたら美味しいんだよね。鹿を持って帰る途中で取ろうかな。今年は雨が多いので、至る所で見かけますね。味はないのですが歯ごたえがいいので好きです。夏場にはカラカラになって見かけないのですが、今年はまだプルプルしています。昔は車で来れたのに、市役所が仕事をしないので歩いて見回っています。ここは2年放置ですね。2年も。もっと放置している場所もあるよ。10年近く放置している場所もあるしね。道に木が生えてしまっているよ。それは忘れているんじゃ。最初の少しをケチるから、こんな河原みたいになるんだよね。
水が湧いていますね。本当に毎日の見回りは大変です。体を鍛えると思えばこそ続くんだと思います。ほぼ登山渋滞ですからね。いかにこの傾斜がきついか動画で伝わるか。取れるところにかけるを実践しているので、こんな場所にもかけています。取れる場所といってもこれは、他の人がかけない場所がユートピアですよ。そろそろお目見えです。新型モデルの電気槍テストです。あれ、動いてないよ。はーい。横になって休んでいますね。動き出した。行きます。成敗完了です。今回は同じ場所にはかけません。雰囲気的に一匹通っていたのでこれだけだと思います。それでは今回はここまでになります。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てね。